ノックさん、あなたは僕の太陽でした。あなたの熱と光のおかげで僕は育ちました。あなたの温かさと明るさに包まれて生きてきました。ノックさん、あなたはみんなの太陽でした。あなたが現れるだけでその輪がパッと明るくなりました。あなたが笑顔を見せるだけでみんな心が癒されました。ノックさん、あなたは大きな太陽でした。あなたの前に立つと自分がいかに些細なことにこだわり、つまらないことに悩み、取るに足らないことで人と争っているか、自分自身の小ささを思い知らされました。ノックさん、あなたは今西の空を真っ赤に染めて水平線の向こうに沈んでいこうとしています。でも僕の胸の中には今も真夏の太陽のようなあなたがギラギラと輝いています。あなたと初めて会った昭和35年1960年8月5日から最後となった平成18年2006年4月4日までの思い出の数々がまるで宝石のようにキラキラと胸いっぱいに詰まっています。六甲のベースキャンプ、ハウスボーイ時代にはサミーと呼ばれ、宝塚新芸座では三田久志と名乗り、秋田圭介から横山ノック漫画トリオになったノックさん、初めて買ったブルーバードファンシーデラックスが盗まれ、セドリックからアルファロメオジュリアスプリントベローチェ、運転手付きのダッジダートに乗り換えたノックさん、我孫子町から沢野町、西宮北口から千里つくも台、桃山台の豪邸から芦屋に移り住んだノックさん、漫才師から参議院議員、大阪府知事から最後は被告人にまでなったノックさん相方や車や住まいや肩書きはコロコロと変えたけど、奥さんだけは生涯変えなかったノックさん、血の滴るようなティーボーンステーキが大好き、アンコロ餅や大福餅といった甘いもんが大好きで、何よりマージャンが大好きだったノックさん、女性が大好きだったノックさん、料理を作るのがうまかったノックさん、マージャンは下手くそだったノックさん、女性を口説くのがうまかったノックさん、お酒は弱かったノックさん、マージャンも弱かったノックさん、女性にも弱かったノックさん、マーロンブランド扮するナポレオンの髪型を真似してピンカールしていたノックさん、あの頭で10日に1回散髪に行ってたおしゃれなノックさん、進駐軍仕込みの英語が堪能だったノックさん、そのくせカタカナは苦手だったノックさん人を笑わせるのに自分は泣き虫で、にぎやかなことが好きな寂しがり屋で、ありがた迷惑なほど世話焼きで、ああ見えて意外に人見知りで、甘えん坊で頑固で意地っ張りで負けず嫌いで、天真爛漫で子供っぽくて可愛くて、そしていつでもどんな時でも必ず僕の味方をしてくれたノックさん、ノックさん本当にありがとうございました。ノックさん本当にお疲れ様でした。そしてノックさん本当にさようなら。芸人を送るのに涙は似つかわしくありません。どうか不誠実の大ボケ横山ノックを精一杯の笑顔と拍手で天国に送ってやってください。ノックさんに献杯。